salida y en el sol.皆さんこんばんは、アバンギルドのブッキングの亮太郎です。今日は2016年1月21日木曜日、京都木屋町にある、多角的アートスペースアバンギルドにて、UR ラジオ食堂と題して公開収録しております。UR レディオ2016年第1回目となります。UR レディオで言えば46回目となります。本日も素敵なゲストに来ていただいているのですが、その前に皆さんに1曲聴いていただこうと思うんですけども、ザッハトルテの、ギターの上っ子が、メメさんと一緒にやってるメメと上っ子という、ユニットがあるんですが、その2人のですね、ラングド社の社員旅行というアルバムの中からラングド社の社員食堂という曲を聴いていただこうと思います。ラングド社の社員食堂のうどんはぬるい、熱いおつゆじゃ冷ましてる間にお昼休みが終わっちまうよ。ラングド社の社員食堂のうどんはぬるい。ラングド社の社員食堂の牛丼もぬるい。社員食堂の牛丼もぬるい。ラングド社の社員食堂のカレーライス、あたいにも早くくれにゃにゃにゃ。ラングド社の社員食堂の幻のメニューのイカリング、腰が抜けるほどうまいと言うけど誰も頼もうとしないよ。ラングド社の社員食堂の幻のメニューのイカリング、メメと上っ子でラングド社の社員食堂という曲を聴いていただきました。ですね、アバンギルドでは、毎月、UR 食堂というノーチャージイベントの日があるんですが、その UR 食堂にだけ、出てくるディナープレートというものがありましてですね、それの今月のメニューがあるんですけども、それを、キッチンスタッフの上田くんに紹介していただこうと思います。キッチンスタッフ上田くんです。失礼します。どうもキッチンスタッフの上田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月のディナープレートは覚えてますか？はい、もちろん覚えております。はい、じゃあお願いします。はい、豚肉と菊芋の小テキの風と、そういうものでですね、レンズ豆と菊菜の煮物、煮物じゃないですね、まあ、煮込みで、あと、まあ、野菜のマリネですね、まあ、ピクルスとかそういう感じのお野菜を添えたり、はいはいはい、ゆで野菜を添えたりしてサラダとご飯とお出ししております。このコテキーノ風というのはどういうものなんでしょうか？その一応コテキーノっていう料理と、うん、レンズ豆の炊いたものが、イタリアの正月に食べる、ほう、
縁起物みたいな感じで、まあ、レンズ豆はそのレンズがコインの形しててお金に困らへんみたいな感じで、はい、コテキノっていうのもそもそもソーセージなんですよ。でそれソーセージをこう切って出した時に形がコインみたいな形になるので、はい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 、両方お金が困らへんっていう縁起物料理なんですけど、ほう、そういう言うたら1月にぴったりの、そうなんです。で考えてたのがちょうど正月前やったんで、あ正月っぽいのしようとしようと思って考えてて、いざでも1月も半ばに来てしまって正月感は全く全員から抜けてるんですけど、メニューだけはちょっとお正月っぽいという感じで、まあまあでもあそういうこときっちり考えてたんやってちょっと感動しました。一応僕はもともとイタリア料理出身なんで、あそうなんですよ、はい、そういうことで縁起がいいらしいんで、はい、縁起物 で、はい、でちょっとあのソーセージの方は今回ソーセージじゃなくてこうテリーヌみたいな形でちょっと四角い形してるんですね、はい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 、でこう四角い形に真ん中に菊芋をちょっと間に挟んでるというか、まあ、真ん中に入れてるんですけど、はいはい、こう四角にこう真ん中白いのが入ってるというのがこうなんとなくお札チックに見えへんかなと思って、うん、ああなるほどね、はい、はい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 、そうなんですよ、ソーセージ そのレンズを超えたその紙幣で今回ちょっとさらに上に行ってみたい感じで、はい、お出ししております。それってでもやっぱりきっちり説明する場がないと誰も気づかへんかったみたいな、ね、はい、そうなんですよ。だからこれがあるから僕ちょっとラジオ出させてもらうっていうのでちょっと、はい、説明する機会もあるなと思って、そうかそうか、俺あと食堂があと2回やしもうええかなとか思ってたんやけどあ、よかったですそれは、ありがとうございます、はい、はい、ご呼んでいただいてありがとうございます、じゃあ皆さんあのぜひご賞味くださいませ、はい、実は遊び意味やった、キッチンスタッフ上田くんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。ですね、その、今月のディナープレートが、あと2日だけでございます。1月26日の、先ほどのメメと上子の食堂ライブの日と、その翌日ですね27日の、UR ラジオ食堂の公開収録、トランク企画さんの、出演になっております。皆さんぜひお越しいただき、ディナープレート、縁起のいいディナープレートを、食べていただきたいなと思っております。それでは、皆さんお待たせいたしました。本日のゲストをお呼びしたいと思います。BRDG の山口恵子さんとブリッジの川鍋かのさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ちょっとね、今パソコンがね、調子悪くてね、はい、なんかちょっとバタバタとこれからもしそうなんですけども、はい、大丈夫です。あの録音の方はきちんとできてそうなので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。まあ、恵子ちゃんは一回、UR ラジオの通訳として出ていただいたこともあります、ね、はい、通訳として以前出ました。はい。あのあ、まあ、そっか、ほんまやね、覚えてへんかった、すごいねいや大変助かりました、はい、まあそもそもなんですが、その BRDG なのかブリッジなのかという論争を別にここで巻き起こしてもしょうがないとは思うんですけどもその要するにもう決めないということで、そうですね、ね何年、まあ、最初の頃はね、そのアルファベットで BRDG と書いて、うん、まあ私はこう BRDG ってそのまま読んでて、はいはい、まあもともとはね、うん、ブリッジっていう橋っていう意味からは来てるんですけど、うん、だから私は BRDG って読んでたんですけど、かのちゃんはブリッジ、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 それはその意味としてはこう何かと何かをつなげるという意味から来てる感じなのかな。いやいや、なんか最初いやいやとか言って最初のあの公演、あの本当にそもそもこう2人がこうやってやるきっかけになったのが、あの彼女がほんまにあの橋を題材に作品を作りたいって言って、で、あのじゃあこれ主催誰にするみたいな話になって、主催山口恵子にするって言ったら、いやなんかそれは違うみたいになって、そしたらなんか名前つけるってなって、そしたら橋やしブリッジかなみたいな、そうです、なんかめっちゃ早く決めなあかんかったよね、なんか助成金かなんかの関係ででまあまあもう それやったらもうなんか橋渡しの橋やしブリッジで頭、そう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 、でもブリッジってちょっと恥ずかしいし BRDG にしようかなって言うので、はい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 、はい、ね、そうですそうです、なるほど、まあ、そっからどんどん意味付けがされていったみたいな、なるほど、はい、勝手に
勝手いろんな人が意味付けしてくれるようになって、ね、あれやんね。でその後にさ、橋渡し終わった後に、うん、私はなんかこの BRDG っていうのが、まあ一時のなんていうんだろう、まあ、ちょっと助成金出さなあかんし、まあ後で書いたらええやん、団体名なん、団体っていうかその名前なんてと思ってて、うん、やねんけど、でなんかちょっと一瞬変えようとも思ってたよね、うん、なんかね、うん、やねんけど、かのちゃんがいやそれをあの変えるんやったらちょっとちょうだいやみたいな話になってんかったっけ。そう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 、なんかか、まあそれで、その後私も自分の企画をしたくなって、うんうん、でまあこの名前がせっかく残ってるんやったら、はいはいはい、ちょっと使わせてっていうことで、うん、使わせてもらうことになって、でも使うにあたって BRDG って分かりにくいし、ブリッジンって、そう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 、わざわざ BRDG って書いてカッコで振り仮名つけてブリッジってやってたかな、うん、ね、で、あ、いいんちゃうみたいな、そうやな、うん、でまあなんかそれで、いやなんかそのじゃあ次新しい名前どうするみたいな時になった時に、なんかちょっとよく分からへん名前になりかけて、それはあの、まあ、言ってることはよくわかるし、意図もよくわかるが、多分浸透しないだろうということで、うん、まあ、そのままずっとブリッジのまん、ブリッジ BRDG のまんま残ってるみたいなあ感じですね、はい、やっぱ一旦つけたらなかなかね、うん、もうここまで来たらそれでいいかなと思ってますけどね。じゃあなんかこう、多分ラジオの時に一番困んねやろうなっていうところがだって普通に書いてりゃさ、それは読み方はみんなに任せるっていうことやからさ、今日そうやし、その BRDG と呼ぶかブリッジと呼ぶかということで、うん、そうですね、うん、まあどっちどっちでもあの、うん、その時になるほど、じゃあ50-50ぐらいでなんとか持っていこうとは思うんですが、はいはいはい、もうあの適当に、あ、適当に、まあ、とりあえずあ、ね、あの基本的な規則としては私が主となってやる企画は BRDG で、かのちゃんが主となってやる企画はブリッジ、うん、っていうようなあの、うんうん、単純な、うん、住み分けがされてるということですね。はされてるのに至って明確ですね、はい、そこは明確ですね、はい、うん、そもそもその2人でやろうと思ったのがその橋渡しからっていうことなのかな。それで言うと、そうですね、橋渡しはでも本当に私が京都に来て初めて、作品を自分で作りたいと思ってやった企画で、で最初本当に1人でやっていろんな人をこうにお願いして一緒にやってくださいって言ってて、でいろあの企画書とかもあの会場に出したんやけど、あまりにも制作面がちょっとなってないっていうので、はい、あのちょっと申請書を落とされたりとかしてて困ってて、で友人に、うん、の誰か制作とか手伝ってくれる人おらんかなっていうのを相談したら、東京にその時いた人やな、横浜か、そうそうそう、横浜にいた、うん、あの制作をやってる人が、うん、かのちゃんと知り合いで、うん、私にそのかのちゃんを引き合わせてくれて、うん、っていう経緯がある、うんうん、だからそれ橋渡しっていう最初の作品はまあ、うん、あの言い出しっぺは私ですね、うん、でこれがきっかけで2人はあったんですけど、かのちゃんはもうそれ以前からずっと制作をいろんなところでやっててみたいな、うんうん、そうですね、うん、制作、まあどれぐらいになるのかな、なんかずっとやってたわけじゃなくて、私東京では普通にあの百貨店員をしてたのでだから恵子ちゃんと会ったのも多分まあ、京都に帰ってきて制作し始めて、まあ、1年経つかなぐらいの頃やったと思います、うん、でなんかいろんなアーティストさんのと一緒にお仕事させてもらってたけど、なんかこう自分と同世代の人ともなんか仕事をしていきたいなっていうのをなんとなく思ってた時にこの話をあの紹介してもらったんで、まあ、それやったらやってみましょうかっていう感じで引き受けたんですよ。ラッキーやったわその制作っていう仕事っていうのがこう一般の人にはちょっと分かりにくいというか、どういったことをやってるっていうふうに普段もし聞かれたら説明するんかな。まあ
公演の、うん、まあ、裏方の、うん、まあ、マネジメントを全部全般でやってると、うんうん、広報だったり、うん、まあ、本当に場合によっては稽古場 の、 あの管理だったり、うん、あのチケットの拝見だったり、うん、そういうことも全部やるんですよっていうふうには言ってるんですけど、まあ、なかなかなんか想像はつかないですよね。そんなこと一人でやれるの、うん、みたいな感じだし、うん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 、例えばじゃあ企画もやるってことも制作の仕事の中に入ったりはするんかな、それって。いやいや、あ、いや、されてる方ももちろんいはると思うし、うんうん、なんか本当に制作って流動的なお仕事なので、うんうん、あのこれが制作ですっていうふうにちょっと言えないところはあるんですけど、うんうんうん、まあ、だから私もだから今はそんなにこう制作をやってますっていうことはちょっともう言えないなって思ってて、自分でまあ企画したりとか公演のお手伝いを、公演のその制作っていう仕事が今メインかっていうとそうじゃなくって、今は結構子ども向けにこうアーティストさんと一緒にワークショップをしに行ったりっていう、言ったこうアウトリーチっていうような活動がすごく多いから、まあ、うん、なんて言ったら自分のことと職業をなんて言ったらいいのかっていうのはちょっとずっと悩んでるんですよね。まあね、その職業というか肩書きというかっていうところも、なんか恵子ちゃんの場合は、まあ、その舞台俳優であって、うん、で、まあ、でも自分で企画したりとかも書いたりするから、そういう場合ってどういうふうに言うんだよ。マルチアーティストとかってほんまなんかうさんくさいからなんかでも本当にだから自分、ね、のことをどう言えばいいかっていうのはすごいいつも悩んでるし、もう絶対口が裂けてもダンサーってもう言わん方がいいやなとか思う時もあるし、俳優って言っても俳優ってなとか思う、まあ、でもその時々によって変えますよね。やることによって違うのでいいんじゃないかなって最近は思ってますけどね。一応女優演出家って肩書き、あの、うん、ブリッジ の、 あの一応ブログのそうやんな、まあ、だからそういうのが例えば制作さんの仕事なんかなとも思うし、例えばこの例えば企画に関しては、まあ、そのダンサーであるとか演出家であるかとかっていうその肩書きをまあちょこっとつけたりとかっていうところもあるんかなと思う、でもなんか私はなんかかのちゃんのをね、お姉とかいうか、なんか制作っていう言葉が本当にかのちゃんにはあんまり私の中では当てはまってなくてなんていうんやろなんていうんかな、うん、うん、どっちかっていうと本当に作り手側の人やと思ってるぐらい、なんやろうな、なんかまあその制作さんももうすごくいつあのどこの人もクリエイティブな人たちがたくさんいるんだけども、なんかかのちゃんは私から見たら特になんかこうすごくクリエイティブな側面をやっている人だなとは思ってるね。その事務作業というかいうよりも、まあそれもできるねんけど、本当にあのもちろん、なんかそこがすごい一緒にやってる理由のような気はしてる。まあもちろんそのなんていうの、事務方やとか裏方や言うて、そのいわゆるこう創造的なことに対してなんていうかな、全く興味がないっていう人なんていうのは基本的にいないと思うし、ただやっぱりそのディレクションをせなあかん時にやっぱりそのね、その責任を持つっていうところで言ったら、その演出家なり、まあそのまあプロデューサーはどっちかって言ったら事務方の方に近いかなとかって、でも助言とかもする時にはさ、やっぱそういう想像、その人のがどういうふうにこうお客さんの伝わり方としてこうした方がいいとかっていうのは、うん、ある種プロデューサーワークでもあるし、うんうん、っていうところもあるのかね。そうですね、うん、まあ、公演をやるときだから BRDG で公演をやるときなんかは、うん、まあやっぱりどっちかっていうと制作に回るから、うんうん、やっぱそういうふうにこうあそこのあのシーンはちょっと分からへんとか、うんうんうん、あの言う時も あるし、あの受付普通に立ってたりするし、うんうん、まあそれはねそのなんていうんやろこうきっちり、うん、なんていうんかな、その大きい団体としてやってるんであれば、まあそういうのがね、ただ兼業兼業にはなってくるやろうし、そう、僕なんてここで
照明音響出演とか企画制作やってるからね。マルチプレイヤー。マルチというか人件費削減するためにとかそんなんなるやろうからね。その彼女ちゃん自身はそのどういう方向に行きたいとかっていうのはあったりするの？そういう意味で言ったら。ね、どういう方向にっていうのはちょっとまだ考えれてないんだけど、多分、ずっとこう舞台とかには関わっていきたいなとは思っていて、で、なんかやっぱり舞台がやっぱり好きっていうのがやっぱり一番あるんですけど、なんかその好きっていうことをもっといろんな人に見つけてもらえるようなことをしたいなと思ってて。それはかのちゃんが好きであるっていうこと？なんかワークショップとかで子供と一緒に行った時に、あの子供がこうなんていうか、一緒に例えばダンスのワークショップに行った時に、体を動かすことにすごく、あのなんか自分は好きっていうか感じで、あの勝手に体が動いちゃうみたいな子とかいるんですよ時々。でそういう子っていうのは体で何か表現するっていうことがその子の好きやったっていうことが分かった瞬間やから、あのそういうのに立ち会うのがすごい嬉しくなるんですよ。でなんか人それぞれ自分の多分好きって、それは体を動かすことでもあるし、絵を描くことかもしれへんし、全然違うことやと思うんやけど、なんかいろんな人が自分の好きをもっと見つけてもらえるようなこうあのきっかけなり、きっかけのお手伝いをしていきたいなと思ってて、それの、手段として私はなんかダンスだったり演劇だったりっていうのは一つ有効なんかなと思ってて、でそれで今はずっとそこに関わってるんやけど、そのワークショップとかに恵子ちゃんという場合には恵子ちゃんどういう役割でその参加したりはしてる？ワークショップをする人として関わってやってるよね。なんかね、恵子ちゃんはね、飛び道具みたいな感じ。飛び道具っていうか、2人しかいないのに、1人が飛び道具って。飛び道具っていうかな。いろんな人にね、あの頼むから、私だけ。まあまあもちろんそうやけど。いやでも、あの恵子ちゃんは、その、こう、一番、なんか例えば私がこう、なんかこう、こういうことで遊びたい、こういうことをやりたいんやんかって言ったら、恵子ちゃんが一番楽しんでくれるんですよ。はいはいはい、はい。なんかアシスタントで来てって言ってんのに、アシスタントであることを忘れて自分で楽しんじゃうみたいな。でもなんかそれを見るとみんな触発されるじゃないですか。まあそうやね、楽しそうにやってるっていうところに人を集まってくるからね、基本的には。そう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 、でどんどん引っ張っていってくれるから、すごくそれが私はあの助かる。アシュ強引に、そう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 、そうだからそれをいつも、あの彼女を呼ぶときはそれをいつもお願いします。あ、そうなのね、そうなんだ。だって写真撮ってとか言っても写真1、2枚しか撮ってなかったりすんねん。そうやな、そういえば。いや、そんなことなかったよ。まあ、そうかな。でもなんかそういうことが得意じゃなくって、はいはいはい、彼女はそういう風にして遊ぶっていう、そこに集中して何かその場を、あのなんかクリエーションするっていうの方がやっぱり全然得意やから。なるほど、ね、それはすごい信じてるっていうか信用してる。写真撮ってなかったですか？あ、そう、どうでもいいんですよ、ね。どうでもいいまあまあでも、いや面白いんですよ、ね、面白いんですよ、本当に。子供と一緒にねやるの楽しいよね。楽しいし、あの私が一回リードしたワークショップがあるんだけれど、はいはい、それは素晴らしいことに最終的には子供がリードしてくれたね、あれね。そうそうそう。いやでも子供はそらそうやろうね。
じゃあ私がね、こっからどうしたらいいか分からへんみたいな時ことになった時に、一人の子供がね、こうやったらこうやったらこうやったらいいねみたいな感じで、いきなり演出家になって仕切り出してくれたことがあって、あれはすげえ、はい、はいって抱きついていったのでそう、まあでもそれで言ったらその好きを見つけたわけやろ子供は。だからそういう瞬間がやっぱり、それをなんていうの、あ、もう俺が仕切らんともこの場は成り立たへんって思ってるんやったらちょっと嫌やけど子供が、うんうんうん、もうなんていうの、こういうふうにこういうふうにやったら僕が楽しいしみんなも楽しいやろうなっていうところ、ルールをね見つけてくれてね、うん、私より先に、そうそうなんか子供の方がなんかそれをあの掴む瞬間っていうのはやっぱりすごく、はいはいはい、私もやったって思うし、そうやね、うんうん、かわいい、なんかね、はい、いいよね。まあ僕も一度あの七味でしたっけ、はい、そうです、京丹波町にある七味というところの、はい、まあそのイベントというかあれに参加させていただいた、はい、夏祭りやったっけな、あれ、そうですね、あの真夏の夕べっていう地区のお祭りで、でいつもお世話になってるんですけど、うん、そこ の, あの会場になった小学校で、ね、はいはいはい、でそこでやらせてもらって、まあ、いつもはそうやってこうワークショップをしたりしてばっかりなんですけど、うん、なんかやっぱ本来はあの恵子ちゃんはまあ役者であるし、はいはい、他のいつもお願いしてるあの演出家さんとかもやっぱり舞台の作品を作るっていうのがお仕事やから、うん、なんかそういうことをあのここでこの七味の小学校の人たちにも、うん、まあ、彼らの本来の仕事を見てもらいたいなっていう意味が、あの、なるほどね、はい、思いがあって、なんかワークショップってやっぱりそのあの進行が上手な人もいるけど、うんうん、全然ダメな人もいるじゃないですか、うんうん、やっぱ本来の仕事を見てもらいたい、そしたらどうしていったらいいかなと思った時に、うん、なんかちっちゃい芝居小屋を作って、うん、勝手に簡易に作ればなんかやってくれるんじゃないかと思って、うん、それであの2メーター2メーターの、あのテントを買いまして、であのちょっ とみんなでいろいろそこに飛び道具をどん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 追い込んだわけですね。そうです、そうです、5分ぐらいでやってとか言って、あれ面白かったね、なんかその2メーター2メーターのテントの周りにこう布を垂らしてね、そこの間からお客さん顔を突っ込んで見るっていう、覗き見的なね、そう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 でしたね、うんうん、あれはすごいビジュアルが面白かった、うん、なんかそういうことができひんかなって思った時にこうふっとこうその絵が浮かんできて、うん、はいはいはい、あのみんなが覗いてるみたいな瞬間、うん、めっちゃおもろいやんと思って、うん、だからほんまにそれが実現した時はめっちゃ面白かったし、うん、なんかあのいやこれはもっといろんなとこでやれるわって思って、うんうん、なるほど、説明が前後したけど、その七味の小学校っていうのは今は廃校になっている小学校を、うんうん、そうそう、閉校になってる、ね、そう、ごめんなさい、閉校になっている小学校を使って、うんうん、使わせてもらってるって感じですね。そうですね、閉校になってる小学校なんですけど、あの中に絵本屋さんとかレストランとか、まあ、いろんなお店が入っていて、で結構京阪神からもあのいろんな人、今すごいいっぱいいろんな人が来てくれてはるんですけど、うんうん、まあ、の私は結構もう本当閉校になってすぐぐらいから、うん、あのそこの小学校でなんかやらせてもらえないかっていうことでずっと関わらせてもらってて、でもう今年で4年目になるんですけど、まああの映画を作らせてもらったりとか、なんかうん、ワークショップももちろんで、まあ今回のそういうあの芝居小屋を作ったりとか、なんかこう本当に実験的にいろんなことをそこで試させてもらってるっていう感じで、それってやっぱその結果が出るやつもあれば出えへんやつもあるっていうふうにはいろいろあったりはするやつね、うん、そうですね、うん、なんか反応もやっぱり人それぞれ違ったりとかするし、うん、まあ、うんうん、まあでも実際そんなんやってみな分からへんもんね、そう、うん、なんかそういう場があるってことはほんまにすごいいい話やなと思うし、そうですね、うん、すごいなんかこう試行錯誤させてもらえるっていうことがありがたくて、うん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 、まあなんかあの
参加者3人とかいうのもあるんやけどでもまあプログラムは良かったんやけどねみたいな、もういつも広報で悩むっていうかね。まあそうやな、うん、まあ人を集めるってなかなか難しいからね。そう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 、ね、まあプログラムはほんまにもうめちゃくちゃいいのを作ってる自信はあるんですけど、まあ、そこまでまだ手が回ってないのは実情で。なるほど、ね、うん、でも、まあ、まあ4年やってるし、うん、もうちょっと続けたらもうちょっと評判もっていうかこう噂も増えてくるから、あんまり、うんうん、あんま気にしてないんですけどねって言ったらあれやけどね、うん、まあまあそのなんていうんだろうね、そのこうきっちりなんか得るもんがあってっていうのが続いてればその必ずこういうようにはなっていくやろうなっていうのは、うんうん、あるとは思うんですけど。そうですね、うん、まあ一方山口恵子さんの方は、はい、まあ、女優さんというか、はい、あの女優さん、はい、舞台俳優でありダンサーでありということで、はい、まあ、もちろん僕も何回もご一緒させていただいてるんですが、はい、その演出家としてこう、はい、何か作品を作るという時に、うんうん、そのどういうところから何やろその作品を作ろうっていうふうに考えたり、なんかその演出家ってその堂々とね何でもそうですけど言えるほど作ってないんですけど、うん、なんかうーん私が演劇を勉強したところで、うん、イギリスで勉強したんですけど、そこではなんかこう演出家はあんまりその学校の中の話だけやけど演出家はなくて、俳優がこう一緒に作っていくみたいなことがたくさんあって、まあほぼ俳優がこう俳優同士でこうあのものを作っていくっていうことが多かったんですよ。でそれにすごい慣れてたというか、だからなんか俳優であり演出家であるというかクリエイターであるということがすごく自然なこと で、うん、でまあその作品を作っていこうということを決めたんやけど、うん、なんやろね、その物書きではないので、うんうん、なんかその書くものとか演出することをまず探したいというと、うんうん、探すところから始まって、でなんかその一番最初に作ったのがその橋渡しっていう、うん、作品で、それは橋を、リサーチに行って橋を、うん、俳優に描写してもらって、うん、それを劇場の中で再現して、うん、それが橋を描写する姿が人と人とのコミュニケーションみたいに見えるといいなみたいな、なんかすごく、うん、なんか今全然口であの説明しても全く、ね、5年経った今もわからない作品なんですけどなんかまあとにかく何が言いたかったリサーチから入ると。なるほど、うん、あのその実存するものにリサーチに行ってそれを描写することで、うん、描写する体とか、うん、それを説明しようとする人を舞台で見たいっていう、うん、多分あの根本的な欲求があるんやと思うんですね、うん、でだからその橋渡しの後は次、うん、今度はあの橋じゃなくて人にインタビューをしに行って、うん、そのインタビューをした内容をもとに、うん作品を作るっていうことをして今もしていってるんですけど、うんうん、だからまあなんかリサーチをするっていうのはそんなに私特有とかそういうことじゃなくて今たくさん演劇でやられてることだと思うんですけど、うん、それはなんかありますね、うんうん、演出作品を作るときに、まあ言ったらそれは BRDG なわけじゃないですか、はい、その時にそのかのちゃんの方はそのけいこちゃんのその作品作りっていうのをどういうふうに見てる、その例えばそういうふうなことを一応イメージはしてるとかっていうところをこう共有した上でとか、もしくはそのまあ正直よく分からんけどみたいなところなのかっていうのは、そのまあ言うたら制作っていう立場になるやんか、うん、そういう時には、うんうん、なんか、うん、
多分4年かけて分かってきたかなっていう感じがする逆に。なんかそのリサーチをするっていうことが、なんかでそれによって舞台を立ち上げるっていうことがやっぱすごくあの不思議なこと最初はって思うんだけど、その逆にまあリサーチをするっていうことは嘘がないよね。フィールドワークで得た知識をその収穫した情報をもとに作品を作りますっていうのはあの嘘がない、あのドキュメンタリーみたいなものだと思うんですよ。で、あ、なんかそこが一つ彼女の魅力だと思うし、あとそのまあ確かにドキュメンタリーな作品っていうのはいろいろ最近も出てきているけれども、なんか彼女の中にはちゃんとその自分がフィールドワークで対象とした、まあ、題材とした、まあ、橋だったり、その対象となる人だったりに対してちゃんと愛情を持ってる。でそれがやっぱりあの作品にも出てる、なんかあったかいんですよね見てると。なんかこうその人があの見に来た人が、あ、そのインタビューを受けて、あのその作品を上演するので見に来てくださいって言って見に来た人がなんか思わずほっこりして帰ってくれるみたいな、なんかそれはただ事実を見せただけなのにあの涙を流すみたいな、そういうことがなんか時々あって、であのそういう時に彼女がやってることはすごく意味があることだなって思うようになった、まあ、その作品を作る過程で分からへんかったことがその来てくれた、まあ、お客さんなりとかのその反応を見た時に、あ、こういうことやったんやみたいな、そういう、それはなんかまああの不思議なことですよね。でもそういうことが実際に起こっているっていうことはすごく、それも事実は事実だからね。そう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 、でもなんかそのさっき嘘がないって言ってくれたけど、すごく嘘にもなり得るっていう怖さがあって、あのインタビューを編集してる時とか、あの録音インタビューで録音した音源をこう再生したりするように再生して使ったりするんですけど、その編集の時とかどういう風にその言葉をどこに置くかで、全く意味が変わっちゃったりとか印象が変わっちゃったりとか意図してないことになってだったりとか、そういうとか、あのまあもちろんね、あの他の人が見て違う印象を受けたりとか、どんな作品でもあるしどんなドキュメンタリーでもあるとは思うんだけど、なんかこう本当に嘘になり得る、真実って何やろうとかそういうところもあるけど、すごいいかようにもできる感じがちょっと怖かったりもするから、そこは本当に何やろ、インタビューした元々の人が絶対に傷つかないようにと、まあ絶対にってないんかもしれんけど、できるだけあの傷ついたりはしないように、そこはもう本当に責任やなと思いながらやるけどね。でもそれが分かってる、それを考えながらやってるから問題はないと思ってるし、まあね、それでこう、なんていうの、仮にこれは真実じゃないとか言われてもそらしゃあないからね、片方に寄りすぎたらそれはもちろん片方の方が文句言うやろうし、でかといって中間でやったら中途半端はとか言われるパターンにもなるから、そこはでもやっぱ自分が作ってるもんなんやから、最終的には自分のディレクションせなあかんこと、だからなんかね、その 生の声使ってるから真実やとも言い切れんし、フィクションやから虚構やってこともね、なかなかもちろん、言い切れへんところもありますけど、でも、なんか真実を見せることが正しいっていうわけでは絶対にないなって思ってるんですよ。やっぱそれを見せられることによって、あの拒否されることだってありえるわけで、あのそれをじゃあいかに、あの逆に真実を
見た人が、うん、いや本当はこうだったんだっていうのを気づいてくれるようなものに仕上げることの方が大事かなと思ってて、うん、自分から ね思い起こすみたいな、うんうんね、作品にする意味ってそういうところにあるかもしれない、うんうん、なんかまあ言うてもっていうのも変やけど、その2人ともその、まあ、いわゆるこう作品作りというか、その、まあ、そのプロジェクト、アートプロジェクトというか、まあ、その、そういうところがでもすごいこう割と社会と密接にこうつながってるような、まあ、BRDG ブリッジってものが、うん、その割とその社会性が強い、うんっていう、ねうん、ふうにはすごく見えるのね、うん、僕は。でそれはすごくいいことだとももちろん思ってるし、で何やろうな、それでいて何て言うんかな、その政治っぽくないところがすごい素敵やなっていうところもあって、うん、あの何て言うの、こうそのまあ僕とかは割と政治のこととかものすごい考える人間でもあるし、実際その政治活動的なことも時々やったりはするんやけども、なんていうかな、さっきの話じゃないけど、その本当にそのこうそのままを持ってったってしょうがないやんみたいなところとかっていうのもあるし、でそのまずその政治より前に社会とつながることが重要というふうに思ったりもするんやけれども、そういうふうなこう割と社会性というものはその2人ともイメージはしてるんかな。そのなんか多分私に関して言うと、今そのもう主に BRDG として BRDG としてやってるあのプロジェクトが、その京都に住んでる外国人の人にインタビューをするっていうことをやっていて、だからそれ自体は社会性のあることに結果なってるんやけど、それの一番最初のきっかけ動機みたいなのは、その日本人だけじゃなくていろんな国籍の人と芝居やりたい、うんうんうん、でもそれは外にいる外国、いわゆる外国人の人と一緒に読んでやるとかではなくて、うんうん、京都にもいやたくさん日本人以外の人っていっぱいいますから、うんうんうん、そこから始めようよみたいなところがあって、うんうん、でもそういう人たちにインタビューしていると、やっぱそういう人たちの生活とか人生とかを聞いていると、ふとどこかで絶対政治的になる瞬間もあったり、うん、その必然的に、うん、だから、うん、その意図せずともやっぱりそういうふうに、うん、なんやろう、そういう人たちの話を聞いてたら関わらないといけない要素にはなってきてるかな、うんうん、でかのちゃんはまたね違う切り口からその社会に関わってるっていうか、うん、そうですね、うんうん、まあ、いろいろ政治的なことも考えるんですけど、なんか私ができることは何かなみたいなことはいつも考えていて、なんかその中ではなんかこう、もっとみんなが優しく生きていったらいいやんっていうのが一番あって、いや、うん、ほんまにそうやった。そうやね、そうしたら全てうまいこといくのにねって思う。そうそう、ちょっとでいいねんけどなっていう、ね、優しくなるにはどうしたらいいのかなって考えると、やっぱりなんか一人一人が自分の好きなこととかに気づいていたら、なんかそこまでこうガツガツ宣言、ガツガツしなくても良くなると思うし、なんかもっと自分に一生懸命になればなるほど人に優しくなれると思うんですよね。なんかそういうこうなんかこう自転していくように、なんかこう社会が回ればいいなと思っていて。なるほど。だから私が今のところ関わっている仕事は全部そう思いながらやってるかな。うん、うん、
私も含めてそうなっていったらいいなと思うし、うんうん、いや素敵なことやと思いますよそれ本当に、うんうん、まあその BRDG ブリッジ、まあ、一応お二人でやってると言いながら、はい、割とこう固定メンバー的にいろいろいておりましてですね、まああのダンサーの今村達則君もこのラジオにも、はい、出ていただいて今村達則さんいただきましたし、いつもお世話になっております。まあそのブリジットスコットもうここで本当によくパフォーマンスをやっていただいてる素敵なダンサーでもあり、はい、で高田徹君もお世話になっております。ここで音響時に無理やりやってくれたりとか、もちろんそのベーシストとしてあのやってくれてたりするんですが、そう芝居小屋も建ててくれたのは彼でした。ありがとう高田くん、頼りになるよね彼は本当にほんまにね。さあ、まあ、その高田くんがやってるユニットがありました、はい、ユニットと言っていいかな、バンドと言ったら、バンドやろうね、白黒緑というバンドなんですけども、その曲を一曲聴いていただこうかなと思うんですが、はい、白黒緑さんで、アルバムがアルバム名が読みましょうか。すいませんもうほんま見えんですわ、ね、話の続きをというアルバムですね。で、はい、曲名はどれですか。9番じゃないですか、3番目です、ね、1、2、3、グラス、グラスという曲を聴いていただきます。叶えてあげる、間違い探しならもうやめた、もうやめたのさ、言葉はいつだって同じにしようね、同じにしとこうね、一つずつ、
黒緑でグラスという曲を聴いていただきました。いい曲ですね。いい曲やんね。白黒緑が最近活動してなくて、またでも今年またなんか企画持っていきますというお話はいただいててですね、聞いちゃいましたねこれね。ぜひぜひ乗っちゃいましたね、はい、乗っちゃいます、待っておりますので、はい、待ってます、楽しみですまあまあそのほんまにいいメンバーに恵まれててですね。いや本当にそうですね。出村ひろみさんという、はい、あの俳優さんも一緒にやってます、うんいいメンバーです。出村さんあれやんね、映画あそう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 、何だっけ、ハッピーアワー、ハッピーアワーがね、はいはいはい、ロカル ロカルの映画祭、ロカルのまでが映画祭の名前やな。ロカル何々のっていうのじゃなくてロカルのまでが名前やな。そうやね、はい、すいません。もう大丈夫のところはカットか、無理やな惜しいとこやからな逆に言ったらね、はい、ね、うん、で賞を取ったそうそうそう今をときめく出村ひろみさんも一緒にやっていただいております。いやほんまにありがたい話ですよね本当です。そうやってね素敵なメンツになんか、まあ、そのついてるかな、3月にですね、はい、ビアル DG ブリッジ、はい、5周年記念、はい、特別感謝祭というのが、はい、3月16日ですね、はい、ここアバンギルドであるんですけども、はい、どんな感じですか。その、どうぞどうぞ、はい、あの5周年ということで、はい、まあ、本当に ありがたいことに、うん、いろんな人に支えてもらってここまで来たなという感じをしておりまして、でまあなんかそういうちょっとお祭りみたいなことができたらいいなみたいな、ちょうど今回京都エクスペリメントのオープンエントリーにもさせていただいているので、なんかこう京都エクスペリメントを勝手に盛り上げようじゃないかみたいなつもりでも、そんなつもりもあり、あり、ああそうですか、はい、お祭りをやろうかと、そうです、ね、うん、いろんな方に出ていただきますね、はい、そうですね、出演者はちょっと今パッと出てくるな出演者はいやさっき言ってもらってたように、はい、今村達則さん、出村ひろみさんとか、はい、ブリジット・スコットも、来てくれます、はい、あとこの橋渡しの初演の時に、はい、ジェリー・ゴードンっていうミュージシャンにも、はい、ちょっと参加してもらったりしていましたので、はい、ちょっと彼にも今回特別来てもらえたらいいなと思っております、はい、そして、うん、この橋渡しに出演してくれました、うん、大熊龍太郎、うん、大熊龍太郎くんやな、そうそうそう、一撃屋のね一撃屋の大熊くんも、はい、特別にね忙しい中来てくださいます。そうですね、あと七味の方アートプロジェクトの方からは、はい、その七味小学校で本屋さんをやっている谷文江さんという方がいらっしゃるんですが、今日来てくださってるんですが、本ちゃん、はい、彼女の絵本ライブがものすごく面白いので、大人の方でも楽しんでいただけると思うので、ちょっとその方お呼びしてます。あとこの前私がおしもはんっていう公演のお手伝いをさせていただいたので、その演出をされてた坂東千佳子さん、キワモノすごいですね、はい、面白いですよ。いや、おしもはんおもろかったわ、すっげー面白かったね、見えてません私、面白かったんです。あ、私も関わってましたね、でも、うん、見えてないですけど、いや、面白かったです、はい。あとワークショップをいつもちょっとやってくれてた夕暮れ社弱男ユニットという劇団がありまして、うん、はいはい、そこからも来ていただいたり、うん、あとけいこちゃんいつもブリッジと、うん、あとビアルディジット、うん、それからしたため、渡辺ながらちゃん率いるしたためと、はいはいはい、そしてこの前努力クラブっていう、はい、の3人でイベントを、うん、ント去年やらせてもらってたんですけど、そこも今度は努力クラブからもちょっと出てもらえたり、したためも、もしかしたら
みたいな。めっちゃ豪華ですね、うん、はい、豪華。努力クラブ、したため、はい、夕暮れ社、まあ、そうですね、京都の演劇をご存知の方だったらもうすごく、ね、今ちなみにしたためは、あの、したためも公演中だし、はいはい、夕暮れ社弱男ユニットも公演中です。ぜひ、はい、ぜひ、あと、そうですね、あの、したための作品に 今村辰徳君が出てますので、今村辰徳さんが出てますので、はい、ちょっとね、今日今ちょっと いろんな作品上演されてる時期で、うん、なるほど、ちょっとなんかちょっと今言えてるか分かってないですけどまあ祭りや祭りやということですな。そうですね、あと1回だけ出演、 BRDG に出演してくれた井上智子ちゃんっていう横浜の、うん、女優さん、東京の女優さんって言ったらいいかな、うん、もう、今ベルリン在住なのですが、うん、ちょうどその時に、うん、わざわざ京都に来ているということで、はい、わざわざ駆けつけて出演してくださいました。素晴らしいじゃないですか。素晴らしいです、あと、まあ、もしあの出たいっていう人がいたら受け付けますなんじゃそれうね、ちょっとやばいなみたいになってて、まあ、広げすぎるとね、わけわからんようになるからね、はい、そう、そうですね、すいません、適当なところで止めとかんとね。わかりました、じゃあちょっとそれ今の話でまあでも我こそはっていう人がおればね、飛んで来てほしいですね、まあ、切ることもできるしね、別にあと、あの、予約先着、はい、あ、そうだ、5名様、5名様に、5名様に、はい、何が素敵なプレゼントがあるんです。素敵なプレゼント、内容は、まあ、1個だけ言うと、はい、どれ言うんやろちょっとどれ言うんやろ1個何言う、いやいやいや、決めて、私ちょっと占いができるので、ほう、私の占いをプレゼントしますそれがなんかこう宣伝効果としてあるのかないのかはちょっとまあ置いといてですね、手相から始まる、手相から始まる、そうそうそう、日本の神様占いです、うん、はい、そこまで結構人気ですよね、いつもやったら。これはあれですか、チケットの予約だけですよね、その券があるわけではない、ないですよね、はい、予約は、2月1日からということで、はい、もう、もうすぐだ、2月1日にもう最初の5名様になるということなので、あの、物的なものもあります、あの、なんだろう、そういうソフトなものじゃなくてハードなものもあります。ちゃんとしたのプレゼントもあるんで、あの、恐れずに応募してきてください応募っていうか予約してきてください。今一番なんかちょっとね、はい、あれですね、はい、プレゼントらしからぬところを今発表しましたけどね。あ、そうですね、あとは結構プレゼントらしいですよね、うん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 、そうだね、うん、3月16日水曜日でございます、はい、皆さんぜひ足を運んでいただきたいなと思いますが、予約は、アバンギルドだと、BRDG ブリッジのホームページからではなくて、もうアバンギルドだけで、アバンギルドの予約フォームから、はい、そしたら、アバンギルドのホームページの予約フォームから、よろしくお願いいたします。はい、はい、なんかまあそのでかい祭りがあって、今年は何かでかいことを考えてたりはしないですか。そうですね、ちょっと初っ端な、うん、今月末は私はあの北まりさんのダンス公演のちょっとお手伝いをしていて、ぜひそれも見に行ってほしいんですけど、まあ、それが終わるとちょっとあの一旦公演のお仕事はあのちょっと落ち着いて、あのね、ブリッジとして、そう、ブリッジとして BRDG としてようやく共同作業を、共同作業が始まります。はい、5年目にして、5年目にして、うん、なるほど、あの、しつみ、私が今言っているしつみで、うん、あの、けいこちゃんに作品を作ってもらえたらいいなと思ってます。はい、なるほど、でもリサーチをインタビューをしながら、なるほど、で、そのね、いろいろインタビューもワークショップにしちゃいながらみたいな。そうですね、まあ、ちょっとその子供っていうのをずっと対象にしてたので、まあ、子供と一緒になんか作品作りをできたらいいなというふうにも思ってます。2人のだからいいところを全部詰め込んだようなプロジェクトになると思うので、それがめっちゃひどかったら笑うよねそれはね、まあそれはそれですよ、もうひどかったらまあ
それはそれ。その時は解散かもしれない。もしくは次につなげるためにどうするか。橋が落ちました、橋が落ちましたみたいな。まあつなげるところまでは食い止めましょう。そうだね、そうだね。で大丈夫と思います、うん。まあ、前向きに楽しく絶対に面白くなると、うんうん、やっていけたらいいなと思っているので、はい、なるほど、はい。それ と、山口恵子さんは2月11日にここアバンギルドで、そうです、そうなんです、2月11日にここアバンギルドでシンガポールからの友人、はい、アンディチアやったかな、チアですね、チアさんですっていう、あの去年の夏沖縄で、演劇プロジェクトで一緒だった、うん、音楽家ですね、ミュージシャン、中国の笛を弾く人です、はい、はい。めっちゃめっちゃめちゃめちゃめちゃいいミュージシャンです、はい。なのでその人とあと中西秀樹さんという大阪の、はい、マンドリンプレイヤーと、もう一人マンドリンプレイヤーが東京からやってくるのかな、はい、井上太郎さんですね、はい、の、4人で。そうですよね、2月11日。僕中西君はアンデパンダン時代からの知り合いで、びっくりですわ、ほんまに。こっちもびっくりです、うん、あのアンデパンダンでレーベル作ってた時があって、うんうん、そっから出してるんよね、へ、うん、で僕持ってるけどそのアルバムすごいよ、うんうん、楽しみ。あのまだここで時々あの売ってるんでよかったらぜひお買い求めください。その日の他の出演者が袋坂康夫さん、おもうすごいですね、ケツノでもう一世を風靡しておりますが、それと山内光太君という、カエルとか、ヤマスとかの、すごい最近伸びております。僕はすごい、うん、あの気に入ってるって言い方失礼なんですが、すごくギタリストですか。そうですね、将来楽しみに、まあ、将来というかもうすぐ彼はいいミュージシャンになれると思うな、うん、これから、うん、そういう出演ラインナップとなっております。皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。お待ちしております。はい、まあ、なんかその京都の演劇界というか、なんていうんやろ、その去年から今年にかけていろいろね、月見がもう来年で一応閉鎖という話であるとか、あと立成小学校の方もなんかもしかしたらもうそういうふうなこう使い方ができなくなるんじゃないかとか、なんかそのアートスペースがあとね何個かなくなったりとかっていう、まあちょっと暗い話が多い中、なんかね、そうなんですよね、そのそういう劇団というかね、そういう舞台の人たちに、京都の特に人たちに頑張ってほしいなっていう、まあそれはそのハードの面でもそうやしソフトの面でもそうなんやけど、なんかまあある種節目になってるような気もしてて、まあこれからどん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 新しいものが生まれてくるとはもちろん思ってるんやけど、それがどういう形でこう生まれてくるかはね、うん、うん、でその中に確実、その中には確実にその BRDG ブリッジがいるわけ、人かな、ではあるので、売れるように頑張ります。あの、頑張らなくても残るか分からないですけど、うん、なんか結構ずっと BRDG って劇場でやってなかったし、うん、まあ、全然外でやってたっていうのがあるので、うん、なんかあのそれはあるし、やっぱり劇場に対してのアンチテーゼじゃないけど、うん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 、やっぱり外にもっとお客さん呼ぼうぜみたいな気持ちもあったし、やっぱりそれやのに、うん、そのアンチとしてたものがなくなるっていうのは結構私たちとしては由々しき事態やなっていうのは捉えてます、うん、そうやね、うんうん、僕もそれはすごく思いますわ、うん、まあ、だからその中でまた私たちができることっていうのはきっとあるやろうなと思ってるし、うん、なるほど、まあ、粛々と、うん、あの自分たちがやりたいことを続けていけたらいいなって思ってますけどね。まあ、だからその京都エクスペリメントっていうのが、まあ今年は春と秋に2回あるじゃないですか、まあ、そのロームシアターっていうのがごっついのができるってことになって、まあそういうのもあるんかもしれんけど、やっぱでもまあね、特にかのちゃんはスタッフとしてもそれ関わって、まあ本当にビビたる形ですけど、うん、まあ、だけどこういうものが、まああのたちゃんに出てもらった時も言ったんやけど、こういうのが、まあ、京都にあるってことは僕すごいいいことやなと思ってて、うん、あのそれをもっと利用できるぐらい
なんていうの、こうそのアーティスト側というか、まあ、劇団側がもっとこう動いてほしいというか、うん、まあ今年はでもオープンエントリー結構作品多いもんね。多すぎてもうそこら辺アバンギルドはめちゃくちゃ多いですけどねみたいな、ね、もうほんまキックスジャックを狙ってた、うん、目指せ、うん、秋の方もジャックしたっていうぐらいの勢いでやろうかな、うん、なくなったりしてな、うん、ほんまや、ちょっとめんどくさい、いやいや、それはアバンギルドばっかりやんけみたいな、まあね、いやでもほんまになんかもっとみんなでなんとかしていこうって前向きに、うん、クリエイティブな方向に、うん、もっと意識が向いていくといいなっていうふうには思っていますので、うん、そうやね、うん、ほんまだからそれでその彼女ちゃんの言うように好きを見つけてもらうというか、うん、ね、うん、なんかそういうことがどん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 広がっていったら世の中もうちょっと良くなるんではないだろうかというね、そうやね、感じですね、はいはい、今日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。最後に1曲聴いていただこうと思うんですが、はい、はい、ですね、その今村辰徳の奥様でございます。この紹介の仕方実態で違う、いやそう、うん、もっとこうチラシのデザインをしてくださったラスさんっていうことを私は言いたかったんですよ。失礼しました、はい、はい、すいません、もう一度どっちで、今回のですね5周年感謝祭のチラシのデザインをしてくださいました、うん、今村ラスさん、バキリノス、バキ、あ、そうだ、バキリノスの、はい、今ラスさん、うん、なんやもう、のバキリノスの、うん、マホロバ山の歌うたいという CD アルバムからですね、はい、何でしたっけ、ラスさんごめんなさい、本当なんか9番3曲目やったっけ、9番です、あ、9やね、帰り道という曲ですね、帰り道という曲、よかったよかった、よかったよかった、うん、帰り道ですという曲を聴いていただいて、本日第46回目の、UR レディオの収録を終わりたいと思うんですが、次回の、UR レディオがですね1月27日来週です、水曜日、この日も、まあ、劇団という言い方がいいのかどうかあれなんですけど、トランク企画というの、木村さんと浜田さんという方に、うんうん、この日はパフォーマンスもございます、すごい即興なんですよね、そうなんですよね、いや面白いです、ここで僕も何回か見させていただいてるんですけど、うん、すごい面白くて、うん、でそのトランク企画さんもそのオープンエントリーで、ここでやっていただくことになっております、まあそれのちょっとこうなんでしょう、お試し版みたいなことを、まあ、その日にやっていただこうかなと思っておりますので、皆さんぜひ足を運んでいただきたいなと思います。皆さんご清聴ありがとうございました、BRDG の山口恵子さんと、はい、ブリッジの川鍋香乃さんに来ていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました。